害したとして交番に自首してきた51歳の次男が逮捕されました。昨日午後3時ごろ、川崎市多摩区にある交番に母親を殺したと男が自首しました。警察官が男の自宅を調べたところ、同居する母親山倉よし子さんが仰向けに倒れ死亡しているのを見つけました。警察は現場の状況など、松尾清美という女性の狙いは一体何なのでしょうか。この後捜査のプロとともに詳しく見ていきます。あー、これだね。アナ雪のアナが中年アナをコーディネート。一口帳消すための一旦英語を作って、それで翻訳帳にしてしまったと。二つの可能性が、まあ二つ目はちょっと凝ったやり方ですけどね。はい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 、どっちだと。私二つ目の可能性はむしろ低い。それはあの途中でその機械翻訳で訳しきれなかったんじゃないかなって推察されるような部分が、日本語が稚拙なんですね。ですから作った人もちゃんとついてる。それでママは50歳だから月々2597円だしいいと思う。詳しいことは0120イーナイーナに電話して資料請求してみて。明治